やハロー、どうもおはようございます。アニメリアク職人ことマジアデギハマーです。現在2024年の3月2日土曜午前4時15分ですね。はい、4時に起きました。今日はね7時、まあ、20分あと3時間後ぐらいには家出なきませんけども、ちょっとそれまでにねフリーレンと、ポンの道リアクション取れればなと、というか取らないかなということで、頑張っていきたいと思います。はい、まだ起きて15分ですけどね、頑張っていきます。はい、では早々のフリーレン25話 D アニメストアで見ていきます。はい、先に軽く自己紹介。僕の本業は大道芸人やりパフォーマーです。内藤スキップにいらっしゃい。4回月曜から夜更かし目覚まし旅生放送世界丸見えテレビ塾総部など、テレビ30本以上出演。2022年には、深田恭子さんと CM 共演まで果たしましたけども、現在全くもってコロナの影響で仕事が戻らず、ほぼ無収入の中でアニメリアクターやってますけども、リアクター的には多分投稿本数日本一、間違いなく日本一が再生数の低さとチャンネル登録者数の伸びなさ、これにずっと悩まされてますけども、それにもめげず1日も1日も休まずですね、動画投稿を続けてるんで、ぜひ応援お願いします。では行きます。なお、アニメ本編は流れませんので、ご注意ください。また、わけのわからないタイムで広告あります。申し訳ないですが、それを我慢して、通常しているか、もしくは普通に視聴いただいた後にリアクションだけを確認ということでお願いします。では行きます。3、2、1、スタート。そう、フェルンならね、私ならフリーレン様は子、ロステンマンスでてね、倒せるじゃないとこが気になるね。じゃあ準備しなきゃねって言ったっけ。ちょっと選手振り返ってないんで、まだあ作戦を立てようか。かあれゼーリエやったね。ちょっとキャラクター表出しておこう。そうか、今日含めあと4話か。フリーレン、あれ、あ、ここか。マナーモード職会長、ゼーリエやね。うん、ゼーリエ。あれ、ビーネ、ラビーネとカンネか。ビアベルとエーレか。致命的な好き。これブライト・ドゥンストかな。あ、ドゥンストやね、これ。あ、ブライは、あ、そうだ、ブライは、ハンサムスキンヘッドやね。あ、心が、
しかし、フリーの先なんで、なんでゼイリーを思い出したんかな。シュピーゲルやったかな。お、カンヌドラビニュー。なんでしてんねん。兄貴が。まあ、一次試験でね。おっさん。宝物庫の内部にて本体を攻撃力を持たない。おお。なぬ？あ、ここで。ここ安全なとこじゃないんや。あ、ラオフェンやったっけ、あれ。あれはラオフェンやね。
何？え？致命的なスキン？え？魔法を使うときに魔力探知が切れる。え、どういうこと？どういうこと？魔法を使うときに魔力探知が切れる。またやられちゃう。コブラツイス、綺麗なコブラツイスだな今。ラビネプロレス好きなんかな。かっこいいね、ああいうセリフは。おお、来とる来とる。おお、来とる来とる。メトーデか。
魔力探知が途切れた。ゾルトラーク、後ろでロメロスペシャルやつだぞ。つまりフリーレンが魔法を使うときは魔力探知できひんってことね。合ってるかな。だから今フェルンを探そうとできひんだろうと。オゼリエ、これいつや。
オープニングで走ってるちっちゃいフラメかな、これ。花を、そうやね。人間か。それがフェルンってことか。今のって何年前なんや。フランメが亡くなって50年後ってこと？だから、ああ、終わった。あ、そうか、ゼリエ伊勢マリアさんか。あ、そうか。なんか勝手に西川美月さんや思ってた。あっという間やったな、なんか。体感15分やったな、今回。
法の高み。はい、OK。失敗したってことこれ。ちょっと、アホなりの解釈ね。とりあえず、アホなりの解釈。まあまあ、前回の続きで、まあ、フェルンは、私はフリーレン様を、まあ、こせるかも、ということを言ってたけれども、まずその前、ドゥンストが逃げてきたのか。ドゥンストが逃げてきて、ブライがどうなったかってのは分からへんのね。その生きてんのか、どっちかってのは。で、そこで心がないと。複製体には心がないぞっていうことを、伝えてくれたと。ほんで作戦会議しようかって言ったけど、そこにラビーネとかネも来て、ラビーネの兄貴が、なんて一番上の兄貴が、かつてのここの、なんか霊落の王母かの、先遣隊だったというので、シュピーゲルのことを知っていた。でその複製隊を倒すにはシュピーゲルを倒すのが一番早いって言ったかな、という情報を持ってきたと。でそこからさらに作戦会議か。で、もうちょっと今回ラビーニのプロレス技のレパートリーにちょっと聞いとられて思ったな。こうツインテール引っ張りながらカンネにキャメルクラッチやろ。で、コブラツイストを打ち出し、ロメロスペシャルもやってたしね、後ろで。で、その、フェルンが言うにはフリーレンの好きというのが、何、魔法を使うときにはフリーレンが魔法を探知する、能力がその間は切れるということね。それが致命的な好きやと。で、なんでそれ言わなかったんやって言ったら、恥ずかしいからって、アニメ特有のこれいいね。で、二人で戦いましょうということになったと。だからそのフリーレンが、複製隊と戦ってる間は、この複製隊が多分本人もそうかな、フェルンの魔力を探知することはできない、だからどこに、フェルンがおるかわからんと。なおかつ、ゾルトラークがエルフにとっては新しい魔法やから、なんつうか対処法がそんなに浸透してない的なことでいいんかな、故にゾルトラークを避けられへんだろうみたいなことか。で、そのフリーレンがその作戦会議みたいなの楽しんでたのが、よくそのダンジョン攻略するときにヒンメルたちと会議した、それを思い出したと。で、あとダンジョンは攻略してなんぼやつったっけな。私は歴史上最もダンジョンを、多く攻略したパーティーの一人だぞ、みたいなね。ああいうセリフめっちゃ好きよね。8話のあいつもそうやったね。なんだっけ。フリューゲルちゃんは、なんだっけ。リュグナーか。がね。フリーレンが歴史上最も多くの、なんとかみたいな、なんかそのいいね、なんか多分歴史上、一升瓶に一番多く乗ってるもんです、うん、こういうセリフ言いたいね。まあまあそれとして、でまあまあ最後フェルンがドカーンやったけども、まあそこまでのゼイリエとの会話ね。まあ要はフランメは、まあ誰もが魔法を使える世界が夢やったっていうのを、小さい時から言ってたってことやんね。で、それを、まあ、エルフやったら、それをまあ、100年先にしようが、200年先にしようが、別に何ら問題ないことやけども、まあ、人間はまあ、短い寿命やから、それをいろいろやってのけて、魔法使いの階層とまで上り詰めたと。やけど、ゼイリー的にはふざけんじゃねえと。魔法は特別なもんしか使ったあかんねんというところで、要は、噛み合わんかったわけね、二人は。でもそれをやってのけた。だから、フリーレン、お前をやるのは魔族か、もしかしたら人間かもしれんぞと。だから鍛錬怠んなよ、ということを言ってた。つまりこれがフェルンっていうことであってんのかな、その、今の意味合いとしては。で、まあ最後フェルン一撃、あれゾルトラックかましたけども、どうなったんよね。うん。でもなんか、魔法の高み、なんか、失敗者っぽいよな、これ次回予告の聞く限りは。そんなあさりいくとは思わへんもんね。なんかどうなんねや、全く予想つか。まあそのあとはそのシュピーゲルをなんかの隙をついて倒すとか、いやはい、ちょっとアホには分かりませんでした。はい、全然違うぞというようなね、毎週皆さんから解説をいただいて、なんとか理解できてますんで、今週もよろしくお願いします。はい、ということで、早々のフリーレン25話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、また応援コメントなどよろしくお願いします。ここから1分ちょうで自己紹介します。興味のない方はここで切ってください。
自分は世界で唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーやってます。普段やればできる諦めない伝えたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスをしてますが、現在コロナの影響で、約4年間全く仕事がない状態、貯金と節約生活だけでなんとか生き延びてますけども、貯金もまあまあ減ってきます。なくなったらこれです。そんな自分の本業も知って、ぜひ応援をしていただきたいので、説明文にある URL をクリックしていただいて、できれば本業の方のチャンネル登録応援もお願いします。そして、深田恭子さんと出たこの CM の URL も載せてます。ぜひ見てください。アニメのリアクションその他もろもろスタートして1437日目長いです。ただこのチャンネルもっと長い、2009年4月25日からパフォーマーのチャンネルとしてスタートしましたが、コロナの影響で一気に仕事がなくなり、いつの間にやらこのチャンネルでアニメのリアクションスタートしてからの、約1年5ヶ月分推定2000本以上、2021年8月18日までのリアクション動画自ら全て削除させられてます。そんな地獄を乗り越えたものの、今もずっと地獄で、冒頭でも言ったように、ほんまに再生数もチャンネル登録数もマジで伸びません。もうほんまもうやめたい、しんどい、ずっと言ってますけども、それでもね、やればできる諦めない伝えたいと思って、気合と根性だけでコロナにかかろうが、インフルにかかろうが、病気しようが、怪我しようが、何しようが、一日も休まず動画投稿を続けてるんで、ぜひ応援お願いします。以上、アニメリアクション職人ことマジアドギニハマーでした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは失礼します。